今選挙カーうるさいですね。選挙カーうるさいですね、はい、というところで、物の見方、どんな人がいいのかとか、はい、成人にどんな人を求めるのか、成人というか国を滑る人に、はいはいはい、みたいな話になるのかなとは思うんですけども、老子第一部第13章の紹介を、今日ちょっと長いです、老子第一巻第13章、まずはこのこちらですね、老子道徳経、トルストイが監修して、それをチェーホフの研究者が日本語にしたもの、はい、なので若干指摘でございます、はい、世の有力者たちからの寵愛や恥ずかしめは賢者にとっては同じく奇妙である。自分自身の身が大いなる重荷として彼にのしかかる、世の有力者たちからの寵愛や恥ずかしめは賢者にとっては同じく奇妙であるということは何を意味するか。世の有力者たちからの寵愛は賢者にとっては無別である。であるから寵愛が彼に注がれるとき、彼はそれを幻想的なものとみなす。寵愛が失せるとそれをも軽蔑すべきものとみなす。まさしくこのことだ。つまり世の有力者からの寵愛や恥ずかしめは幻想的なものとみなすべきなのだ。自分自身の身が大いなる重荷として彼賢者にのしかかるということは何を意味するか。私はそのために身を持つという大いなる悲しみを持つ。私が身を失おうと何ら悲しみを持たない。それゆえ賢者が天下を治めることを恐れると彼に天下を託すことができる。彼が天下を治めることをはばかるとき彼に天下を渡すことができる。はい、何を言っとんのなと、はい、皆さんお思いでしょうか。はい、これを読んだときに、なんて言うんでしょう、今選挙カーで走ってる人って、はい、私に任せてくださいって言うじゃないですか、それを信じるなって言ってるような気がするんですね、このはばかる時、はい、で要はもう私なんかねって、言う人はいないですけど、私なんかねっていう人もちょっと怖いですよね怖くはあるがただそういう信頼されて、押されて、そういうことですよね。なんか私がなんかでいいんですかねっていう人の方がより信頼できるんだよって老子は言ってるような気がするんですね。この最後の文はそういう感じです、はい、でそれまでがよく分からない。ただあとはその老子道徳経というのは、老子がある国を出るときに、そのちょっと待ってくださいと、この国を出る前に、そのあなたの教えを教えてくださいって聞かれた時に言った言葉なので、その誰かがまとめた、柴仙がまとめたもの、なので老子が実在したかどうかは分からないとされてます、がそれを柴仙がまとめたもので、残ってる言葉は柴仙がまとめたってことですよね。おそらく柴仙はもっと後の時代の人ですよね。そうですね、はい、なので老子はいたとして、はい、これを言ったわけですよね。こうやって、いろんな人にいろんな人に言ってて、それが行かないでって言われて、要は老子は自分が賢者であると、で世の人から有力者から残ってくれで寵愛みたいなのを受けそうになった時に、自分はするなとそんなこと、って言ったんだななんてことを思ってるんですね、僕は。寵愛みたいなのは幻想幻だみたいなことですかね。老子は多分でもそうやって思って、またそういう、お前どうせ俺のこと嫌いになるんだろうっていうのも分かってたし、嫌いになるんだろうみたいなのは老子的ではない気もしますけどねお前どうせ嫌いになるんだろうみたいなのはちょっと老子っぽくない、僕っぽいですねこれはそんなものはないって話に近いのかなっていう。老子はそのつもりなんでしょうね、でそういう人にこそ、なんかその託すことができるんじゃないなんていうのを、こちらの本ではこう訳してますと、ではドリアン助川さんが訳し書いたこの、バカボンのパパと読む老子、でドリアンさんはどうこれを訳したか、寵愛と屈辱で人は狂ったようになる、大きな災いを自分の身のごとく尊ぶからだ。寵愛と屈辱で狂ったようになるということはどういうことか、
配下にあるものは寵愛を得てひどくのぼせる、それを失った時には取り乱す、これが寵愛と屈辱で狂ったようになるということだ。大きな災いを自分の身のごとく尊ぶとはどういうことか。我々に大きな災いがある理由は、我々が欲に満ちた身を有するからである。そのような身を有しなければ何の災いがあるだろうか。それゆえに自分の身を大事にしながら天下の身を治めるものなら、そのものにこそ天下を預けるべきである。自分の身を愛おしみながら天下を治めるものなら、そのものにこそ天下を引き受けさせるべきである。なんか今選挙カー走ってるじゃないですか、はいはいはい、彼らは二世を作ろうとするんですよね、うん、自分のカバンをはいはい、はい、自分の子供に渡そうとするじゃないですか、うんうん、なんかこのこれ問題って難しいですよね。楽だからそうさせてるのか、うん、こんな美味しい仕事ないよと、うんうん、で結構なお金がもらえるわけじゃないですか、うんうん、国から、うん、やるって言ったことをやらなくても、うん、その地位にいればお金はずっと来るわけですよね、うん、新幹線タダで乗れるんですよね、はい、国会議員は国会議員は、うん、今全国的にやってる選挙って衆議院の、うん、ですよね確か多分、はい、それ国会議員ですよね。国会議員です。春日井では春日井市議選もやってるので、ここの市はそうですね市議選もやってますね、はいはい、でも要は国からお金が出ますと、うん、平均年収よりも高いですもんね。高いと思いますよ。で自分の仕事をしながらも多分市議とかはできますもんね。できます。市議はできますね多分。だとするとやっぱり、うん、この何でしょう、今のドリアンさんのやつを読むと、うん、自分の身を愛する者に託すって、うん、何て言うんだろう、なんかもう先に読んだ老子道徳教は、うん、いやいやっていう人にこそ任せるべきだ、うん、みたいなことを言ってて、うん、ドリアンさんの方は、うん、なんかその意味が違うんじゃないですか、意味が違うんじゃないなんてちょっと感じています。あ、その言ってる意味が、我が身を愛するっていう言ってる意味が違う、違うかもしれません、うん、はい。ではバカボンが何て呼んでるか、はい、可愛がられても嫌われても人はみんなおかしくなるものなのだ、うん、なぜかというと心を乱す災いの種を自分の体のように大事にしてしまうからなのだ、からなのだ。社員は社長さんから可愛がられたと思ったら、あららのらーとおかしくなるのだ、うん、それで社長さんから嫌われたと思った時も別の意味であららのらとおかしくなるのだ、うん、そういうことなのだ。では心を乱す災いの種をなんでわざわざ自分の体のように大事にしてしまうのか。わしらが嬉しくなったりしょんぼりしたりするのは、わしらに欲の宿った体があるからなのだ。欲の宿った体がなければ社長さんが何を言おうと全然関係ないのだ。だから災いの種など抱かぬように自分の体を大事にしてこの世を治めることができる人なら心を失わないのだ。この世のことを任せられる人なのだ。自分の体を愛おしみながらこの世を治められる人にこそ大統領になってもらいたいのだ。これでいいのだ。我が身をっていうのは健康ってことですね多分。あとは、はい、欲のないっていう人のことを、うん、我が身を愛すると言ってますね。自然体のことを我が身大切にするみたいな、はい、欲とかに溺れないみたいな、はい、まあこれは老子も言っているように、うん、お釈迦様も言ってます、うん、欲だよって、うんうん、人間苦しめてるのは欲だよって言ってます、はい、うん、はい、フロイトも言ってますよね、うんうん、性欲だよって。フロイトはもうちょっとずれてますよね。性欲の方に、あの悪さをあなたを悪ささせるのは性欲だよって、うん、全て性欲レベルですもんね、はい、でも20歳ぐらいの時は、はい、僕はそれ分かりますって言いますけどね、はいはいはい、